皆さんこんにちはけんです本日はキャノンデールから新しく出たカーボンホイールホログラム R45 をご紹介したいと思います今キャノンデールジャパンさんからお借りして1週間ほど経ちました約7 0キロぐらい走らさせていただいてその中にはグラベルも含むいろんなとこで走ってきましたのでその感想とあとはこのホイール自体のスペックをですね詳しく解説していきたいと思ってます 私ですね、ちょうど1年前に動画で紹介したんですけど実はホホログラムホイールっってていうのは持ってますこれはですねスーパーシックスエボの完成車についてくるホイールなんですけどもスーパーシックスエボ乗りから安く譲っていただいたものになります今回それの 45mm ハイトのものが出たなっていうのが、まあ、最初の印象なんですけどよーく調べると、まあ、今の時代に合ったスペックにしてるなっていうところも ありましたのでの雑誌とかメディアでは分かりづらいところを私目線でちょっと解説していきたいなと思います R45 の45っていうのは45ミリハイトのことを言っております特徴としましてリムハイトが 45mm そしてチューブレスレディ対応になっておりますでここが今時だなっていう点になるんですけども 今シン・エトルトっていうのがこのリムの内幅ですね1 9ミリっていうのが基準になっていて1 9ミリのリム幅に対して 25C の対応をつけると2 5ミリになるっていうような規格があるわけなんですけどこのホログラム R45 っていうのは21ミリになりますつまりシン・エトルトの1 9ミリよりちょっと広いわけですね。 ついてるタイヤっていうのがビットリアコルサネクストっていう 700×28C のタイヤがついてます。ノギスで測定した結果約30ミリ相当になります。例えば 25C を履くと 27C 相当の太さになります。25C、28C レベルのタイヤをつけると少し太くなるので走行中の安定性が増すっていうことですね。 30C と 28C のタイヤだと 28C の方が当然グラム数が軽いのでタイヤのの軽量化っていうのもできるかなっていう感じです、まあ、もう一個タイヤによってメリットが生まれることもあるんですけど 28C が最適かなと思うんですけど 28C を履くとここがつらい位置になりますので、まあ、こうタイヤが膨らまる感じでつく,つくわけではないので結構まあ空気抵抗にも貢献してるんじゃないかなと思います。 今ってそのロードバイクだけじゃなくてグラベルロードだと 32C 以上のタイヤをつけたりとかするんですけどでその太いタイヤをつけた時も 19mm の内幅のものよりはまあ膨らみが抑えれるっていうのがいいとこかなと思いますで今私が持ってるホログラム35っていうのは 19mm の内幅だったんですけどそこが違いますリムの重量は上がってますが内幅が広くなってる っていうとこは注目ポイントかなと思いますはいここまでが今リムの話をしましたじゃあ次スポークの話をします、えー、リムとハブを支えてる棒のことをスポークと言いますスポークはグラ,ののグランドフォルツァはちょっとよく分かりませんがダブルバテットっていうとこだけを注目して言うとダブルバテットっていうのは、えー、こう今 この画角からだとまっすぐな棒に見えると思いますが端と真ん中では形状が違うスポークが使われてまして真ん中を細くすることによって軽量化で負荷がかかる部分については太くして強度確保してるっていうのがダブルバテットスポークになっております手組ホイール作る場合だとそのダブルバテットスポークって結構人気ですよねフロントの右側ローターと反対側については ラジアル組ですねここについてはホログラム R35 も右側だけラジアル組になってましてグラベルでガンガン使ってますけどラジアルだからって折れたりとかはしないですもちろんそのこういう風に重なってる組み方の方が強度的には上がりますけどフルクラムとかもねラジアル組で組んでるグラベルホイールとかありますからラジアル組だからといってグラベル には不向きっていうホイールではないかなと思いますで次ニップルなんですけどニップルおそらくリムの中に埋まってますリムの中に埋まっていることによって、まあ、ここも微々たるものですけど空気抵抗風の流れが良くなるっていうような工夫がされてます見た目的にもニップルがないことによってうわエアードだなっていう風な印象と見た目がすごくかっこいいです デメリットっていうわけではないですけど整備に関してですね触れ取りとかする時に関してはリムテープ全部剥がしておそらくここからどうなんでしょうねちょっと形状見てないんであれなんですけどマイナスドライバーとか刺して調整しなきゃいけないっていうちょっと触れ取りに関しては面倒くささあります。でハブについて説明します。ハブはフォーミュラーというメーカーのハブが使われております。 センターロックリスク仕様になっておりますので、6V には対応しておりません。これは今私が乗ってるホログラム35と一緒なハブだと思います。サイズがフロント 100×12mm、リアが 142×12mm、12 mm まあ、ロードバイク、グラベルバイク用のサイズとなっております。お値段なんですけど、フロントが5万円、リアが7万円、ペアで 税込12万円という価格になっております。で、最後ですね。重量なんですけど、1730グラムとなっております。で、この1730グラムっていうペアの数字に関して言うとどうでしょう？ここから個人の意見になるんですけど、軽いホイールではないっていう印象ですね。この機会にカーボンホイール結構調べてきたんですけど。軽い？ 超軽いって言うと、ペアで1200〜から1300台のものがあったりします。超高いです。ただそれ30万とか、それぐらいします。で、軽量って分野になってくると、私個人の感覚で言うと1500切るかっていうとこになってくるかなと思います。1400、1500台っていうのは、だいたい価格的には20万ぐらいかけないと手に入らないような重量かなと思います。 まあ、リムハイトもありますし、リムの内幅も広いですから、この12万円で1730っていうのは、結構コスパはいいとは思います。はい。では、ホログラム R45、改めてまとめると、リムはフルカーボン。リムハイトは45ミ、mm、リ。リムの内幅が21ミ、mm、リで安定した走りができる。スポークはダブルバテットスポークで、 軽量化、強度の確保もしっかり行われておりますハブはフォーミュラーハブでセンターロックディスク仕様となっております重量は1730ですで見た目ですね、えー、とホログラムっていうステッカーが大きく貼られておりますそして R45 っていう表記もありますステッカーは結構光沢がありますただ全体のカーボンっていうのはマット調になってますですのであの近くで見ないとロゴっていうのは読めないレベルです見た目はすごくシンプルなのでどんな色のフレームでも必ず合うと思いますインプレですね でこのホイールですね、まあ、ディープホイールセミディープホイールっていう分類になってきますですのでまあその特徴通り平坦とか高速域ですね左とかもそうなんですけどもその時めちゃくちゃ楽しいですとにかく巡行が楽でまあ風を切ってるような感覚でハンドリングも若干そういう35キロですかね具体的な数字で言と35キロ以上のスピードで巡行している時の このハンドリングも変わってきますし、まあ、風の影響を受けてないっていうような感覚になります。低速域での話をすると、低速域のシーンで、例えばダンシングとかした時も、なんていうんですかね、ふにゃっていう感もないですし、まあ、剛性もしっかりある方だと思います。ダンシングで不満に感じるとかはないですね。ストップゴーは決して速くはないです。 で横風横風すごい弱いはいこういったリムハイド履いてない方が使うってなった時は横風を体験した時に全然違うって思うと思いますまずあの完成車についているホイールをグレードアップさせたいっていう方ですねただしまあ七十万以上とかのもう高級なロードバイクについているホイールとかになってくると。 あれむしろ遅くなったってなっちゃうかもしれませんので、そういった方にはお勧めしません。で、レースに使いたいっていう方に対しての個人的な感想を言いますと、で、ロードバイクのレースですね、エンデューロとか、クリテリウムとか、ヒルクライムっていうところは、私も一通り経験はしてるんですけど、そこのレースで、 もう1位取りたいいとかっていう人向けのホイールでははない気はしてますやっぱりその重量とかハブの回転性っていうところでいくと30万40万レベルのホイールと比べちゃうと、まあ、1秒でも争うっていうところで、えー、そこのユーザーの方には、えー、と違うのかなっていうのが正直な感想でございます。グラベルレースとか にはいいいんじゃないかなかって思ってるんですねっていうのも、あのー、私自身ホログラム35で 25C から 43C のグラベルタイヤまでいろんなタイヤをチューブレス化して使って、えー、グラベルイベントだったりとか実は長距離とか走ったりしてるわけなんですけどグラベルホイールってすごく今選択肢が少ないんですよ荒れた路面を走るわけですからホイールの強度っていうのも非常に大事でしてロードバイクのハイエンドの ホイールっていう要は,はグラベルに走るのは適してませんっていうような評価基準っていうのがあってなので皆さん手組みのグラベルホイールを作ったりとかあと選択肢少ない中で5万円から20万円の範囲内でのホイールにグラベルタイヤをつけるっていう人が多いんですけどこちらのホログラムはリムの内幅も広いですしまあ 38C40C 使っても面白いと思いますし 何より私がまあこの1年間ガシガシグラベルで使ってきたホイールになってイベントでも使ってきたので強度面では大丈夫なので、まあ、特にグラベルロードとかにも結構おすすめですかね。はい、うん、ということでホログラム R45 のご紹介でした本日の動画は以上になります。ごご視聴ありがとうございました